でできるわけじゃねえよ。何度も何だろう、理屈抜きで這い上がってこいよ。いくつになろうが死ぬまでやるだけ。たとえ死んでもただでは死なない。何度でも這い上がる。刻め俺の言葉を。波がなけりゃ起こしゃいい、風がなけりゃ吹かしゃいい。俺様がみな照らす、もはや太陽だからな。現在も闇バイトをやってらっしゃるっていうことなんですけど、もともと私 OL とかをやってたんですけど、夜の仕事も、まあ、政治家の愛人とかを、政治家の感謝の質を用意してもらう、援助でお金をいただいたりとか、本当もらったお金を、うん、私は顔も知らない誰かに、うん、愛もせず、公衆トイレとかで、あとはショッピングモールとか駅もあります。あ、人が一番多いですもんね、都内なんて。はい、そこは怖くはなかったんですか。言われた通りにある義務感覚ですけども、いじめといういい男の人と会えずに、もうですね、完全にうつ病でした。オーバーゾーン当時だったりとか、なんか私は汚いんじゃないかとか、皮膚と皮膚の接触だなみたいな、細胞と細胞が合わさってるだけ。ワンフォーザ勇気、トゥーフォーザ度胸、スリーフォーザ覚悟、俺らバクト。はい、皆さんこんにちは。本日も中村 TV ご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、先日ちょっと僕の方でも触れた動画で、まあ、闇の仕事をしている組織に、所属している男性、刑務所から出てきた直後のお話を聞いたみたいなインタビューさせてもらったんですけど、結構反響いただいたもので、第2弾としてですね、今回は女性の、実は現時点も、実際やっている闇バイトに手を出した女性のインタビューをさせてもらおうと思います。今日はありがとうございます。仮名で言うのもあれなんで、ちょっと名前は伏せながら、進めさせてもらいますんで、今現在も闇バイトをやってらっしゃるっていうことなんですけど、これは事実でよろしいですか。はい、なるほどですね。ちょっとまずそこに手を染めてしまった経緯からちょっと様子聞きたいんですけど、どういう流れで。そうですね、私もずっとこうやるとは思ってはいなかったんですけど、まあ、ここ最近の価格のいろんなものの高騰、物価高、はい、物価高とか、もともと私 OL とかをやってたんですけど、はい、まあ、やっぱりいろんな税金とかいろいろ抜かれたりとかして、手元に残るお金っていうのが本当に限られたもので、それですごいこの東京の家賃を払いながら生活をするっていうのはかなり大変で、で夜の仕事も、ああ OL を辞めて、はい、夜の世界にも飛び込んだことはある。はい、あります。なるほどね。はい、でそこで数年ちょっといろいろやって、で、まあ、政治家の愛人とかを、政治家の、はい、愛人ってことは、つまりそのよくあるマンションみたいなのを買い与えたりとか、多分経験したことある。そうですね、はい、もうマンションの一室を用意してもらって、はい、そこで暮らさせてもらったりとか、で援助でお金をいただいたりとかもしていたんですけど、まあ、やっぱりみんなお給料が大変になってくるように、その方も大変になってきた。最近の政治家は厳しくなってきて、財布の紐がだんだん締まってきた。そうですね、最初の頃みたいなのが続かず、はい、ちょっとそういう状況にも自分的にも疲れて、はい、疲れてきて、精神的に結構参ってきたりとかもあって、もうこんな精神状態でこれぐらいのお金与えられてるんだったら、この関係もやめようかなと思って、愛人関係もちょっとやめたいなと思っていて、X で、はい、まあ、なんかいろいろ高額なバイトとかを検索していたりとか、はい、で、まあ、結構おすすめでいろいろどんどん表示されていたりとか、出てきますよね。一回検索すると次から次へと出てきます。それで検索していた時に、すごい高額ないい条件の闇バイト、はい、
が出てきて、はい、連絡しちゃったんですか。連絡しました。あ、なるほどな。ちょっとね、女性でやってるって結構僕の中ではちょっと衝撃的だったんですけど、やっぱりそこは怖くはなかったんですか。もちろん最初は怖かったんですけど、うん、どんなことをするんだろうっていうのもあったんですけど、うん、まあ、私がやってるのは受け子からお金をもらって、はい、でそのもらったお金を、うん、私は顔も知らない誰かに、うん、愛もせず、はい、公衆トイレとかで渡す。はい。じゃあ顔も知らない人から受け取って顔も知らない人にも渡すみたいな。あ、そうです。そういう仕組みってことでいいんですか。はい。その仲介を、まあ、私みたいな普通の女がやってると結構紛れ、はい、紛れ込む。まさかこんな人は渡してないだろうっていう。はい、そうだよな。男性だとやっぱ警戒されやすいから、女性だとそういう、まあ、トイレにしても、はい、あとはどんな場所とかで、あとはショッピングモールとか、顔を合わせない方式でってことですよね。じゃあまあ細かいとこまで言えないと、はい、そうです。そんな方法があるんですね。はい、世の中の、まあ、駅とか、駅とかもあるんですか。駅もある。あ、人が一番多いですもんね、駅前なんて。渋谷なんて言ったら誰が誰だか分かんないですもんね。指示をされるがままに。そうですね。毎回違うんですか、じゃあ。はい、毎回指示は違います。なるほどな。言われた通りにやるゲーム感覚ですかね。ゲーム感覚。はい。誰から盗んだとかもわからないので。騙して取った。はい。私はなんか特に直接被害者に会うわけではないから、はい、罪悪感を特にこう感じることはないまま、うん、言われた通りに渡してという感じ。渡して、はい、なるほどな。今こうやってそのなぜ闇バイトって話をちょっと聞いたんですけど、はい、今理由の中にその物価高だとか社会保障の関係、まあ世の中っていうこととか、あと税金ってことですよね、はい、でそれだけが理由で闇バイトをやるにはならないと思うんですけど、もっと具体的になんかこう自分自身が落ちてしまった何かみたいなのがあるんですか。悩んだとか。でもですね、もともとのその OL 時代の職場でも結構いじめというか、はい、結構同僚とかとの関係もよくなかったりとか、うん、でもともとこう結構精神的に不安定になりやすくなっていて、あと恋愛とかでもあまりこういい男の人と会えずに DV だったりとか。 DV、 はい、お金を貸して、でそのまま連絡つかずに飛ばれて、はい、とかもあったり、なんかそういうので裏切られてきて、でもう精神科に通ったり。うつ病みたいになっちゃったこともあるんですね。そうですね、完全にうつ病でした。オーバーゾーンオーバードーズね、薬飲みすぎちゃった、はい、なんか何でもいいなとか思ってきちゃって、うん、なんか死ぬ勇気もなかったんですけど。そこも勇気が持てなかったんですね、はい、まあ、でもなんかしょうがなくこう生きていくなら、なんか刺激残しさもあったり。ああ、なるほど。万引きするような感覚に近いんですかね、もしかしたら。スリルを楽しむというか。そうなんですかね。お金だけじゃない、何かその自分が何か生きているというか、何かチャレンジしてるのか。チャレンジではないか。なんかこの仕事も最終的にこうお金が受けは最後のところまで受け渡ってから私にお金が入るという仕組みなので、はい、そういう意味でもなんかゲーム感覚なのがあったのかもしれない。なるほどですね。で、まあそのきっかけであり、その理由でありっていうのはなんとなく今分かってはきたんですけど、自分自身の経験の部分での、まあ、悩んだ部分やで、そういうのも含めて社会に期待できないみたいなことが、その変化していくこのご時世で実際体感することってあります？なんかその例えばさっき言った物価高だとか、税金が気づいたら上がってるとか、そういうことってどうですかね、生活の中では。ありますね。コンビニとかでご飯とか、あれ、なんかこんなに小さかったっけみたいな。あ、はい、ホットスナック系のものと
はいはいはい、小さくなっていたりとか、あとアコーラとかも今なんか1本200円近くしたりとか、うん、そうですよね、こんな高かったっけって思うこととかが増えて、うんうん、でまあ、そういうことをなんか積み重ねというか、うん、なんか社会に対しての不安だったり、うんうん、もう今後の自分が年取っていった後の年金とかも期待できないなっていうのを感じていたり、はい、消費税もまあどんどん上がっていたりとか、うん、そうだね、どれだけお金がかかってでも全然自分の賃金とかは普通に働いていても大して上がらなくて、それには気づいてたんですか？はい、そうなんですよね。だから今もうまさしくおっしゃった通りで、その気づいたら僕もよく感じるんですけど、物価高って何でも値上がりしてるわけじゃなくて、今まで同じ値段で結構入ってたものが小さくなったり少なくされてたり、なんかポテトチップスとかでも俺もあれこんなにだけしか入ってなかったっけなってなるぐらい、やっぱ物価高のその表現の仕方すごいわからなくやられてて、で値段もその物が上がっていくのも知らない間に、次もまた1月6日ぐらいで一気にあらゆる製品が上がったりするんですよ。そういうことももう決まってたりとか、なんか3つ入ってたものが2つになってたりとか、もちろん税金でタバコが今昔200円ぐらいだったものが、僕今吸わないんですけど、昔は200円ぐらいで買えたものが今500円で当たり前で、アイコスとかもそうだし、まあ全てその電子タバコであったりそういうものも含め、多分ゆくゆく1000円2000円、3000円ってなって、税金が取れるならそれでいいみたいになっちゃう可能性あるし、車乗る方はガソリン、車乗られます？乗らないですか？車乗る方なんかもっと大変で、どんどん値上がりしてるんですよ。で、そういうのも気づいたらどんどん上げられて、そこに保証がありそうでなかったり、で、私たちの年金もそうだし、だ結局そういうことが気づかないうちにどんどん決まっていって、じゃあハワイ行くにもお金がないのに、100万200万って払わないと家族でも行けない、こんな中でサラリーマンはね、お小遣いが 2,3 万だったり、つい最近ですとトランプ大統領が選挙勝って、アメリカのニュースだったと75万円月稼いでる人が家借りれなかったりするんですよ。すごいですね。75万円でホームレスですよ。だから住所持たないキャンピングカーで暮らしてる方たちがアメリカすごい増えてるんですよ。それはなぜかって言ったら、アメリカの物価が、例えばラーメン1杯が3000円、5000円、水が500円っていうようなことが普通に今起きてきているから、格差がすごいんですよ。だから日本もその格差が生まれていて、今ではその政治家とか潤ってる人たちが自分たちのことを決めてたりするから、だからこそ一般の人たちの家賃とか最低時給が上がりましたって言っても物価が上がっちゃってるから、結局意味ないんですよ。そうですね。だから、貧しい人たちがどんどん増えて、結局強盗とかが今関東近郊日本全国でも起きていて、そうやって強盗、車の窃盗、特殊詐欺のようなその闇バイトに手を染めてしまう方たちが増えてるのも事実なんですよね。そうですね。お金の心配がなかったらやってはなかったかもしれません。やっぱそういう部分はあるってことですよね。でも初めてその闇バイトに手を染め、最初の仕事をした時の気持ちって覚えてます？初めてやった時ですね。はい、覚えてます。どんな心理状態だったかなって。最初は緊張しました。捕まらないとは言われてたんですけど、うん、本当に捕まらないのかもわからなかったし、うん、どういう世界なのかも全くわからないので、うん、怖さはありました。じゃあその最初はもちろんそういう気持ちでその闇バイトに手を染めてしまって、まだやってるうちに感覚も麻痺して今に至るんですけど、実際夜の仕事をされてた時と今と比べて刺激的な部分はさらに増してるのはよくわかるんですけど、実際お金の収入としてとか、その時の当時の夜働いた時の精神状態と比べて今実際どうなんですか、お金の動きは。まずお金自体はやっぱりいいです。やっぱりその一つの一瞬のことでどんどん入ってくるからってことですよね。はい、自分のその働いたその疲れ度合いとか、うん、まあ、仕事関係の関係性でのストレスとかもないので、はい、そ
そっか、OL さんの時にはそういうこと、学生のいじめみたいなものもあったり、もちろん夜の世界でもそういうことが、人同士が関わって、女性同士も関わるからストレスがあるわけですよ。お客さんとのストレスもあるわけね。そういう人と関わってる時の、例えば男性のお客さん相手の仕事とかじゃないですか、どういう目線でやってらっしゃったんですか？気持ちを持つと辛くなる子って結構多かったんです。感情移入してね。はい、なんか私が汚いんじゃないかとか、そういうふうにやっぱ自分のことを悪く思っちゃう子とかも多かったんですけど、はい、まあ、私はもう仕事だし、まあ、皮膚と皮膚の接触だなみたいな、細胞と細胞がこう合わさってるだけで。すごいな、その表現ってすごいですね。そうですか。はい、もうなんか夜の仕事で男性とのその関わりは皮膚と皮膚の接触って結構究極な言葉に僕は聞こえますけどね。どんなにこう表面的に何かこう表していても無ですね。まあね、お客さんは言うわけじゃないですか、いろんな表現をするわけじゃないですか。でもこっちは無なんですね。はい、無で受け止めて。すごいな、その言葉結構重たいですね。そう思う方が楽でした、ね、楽、そうか、はい、それからすれば今はむしろ誰から受け取り誰に渡してるかもわからないし、はい、ただお金だけは入ってくるし、そうです。でそれを一日何個かこなすことでそれなりの収入になってしまうから、はい、でもその先に逮捕だとか家族や周りの人たちのいろんな全てを失うみたいな恐怖心ってないんですか？そうですね、なんかもうまひってました。なるほど。もう私の人生はっていう感じではありました。急にもし警察が迎えに来るようなことがあっても諦めるしかないかなみたいな感じなんですか？正直そうですね。もうどうにかできるとかじゃない気がします。なるほどですね、ありがとうございます。まあね、そうやって、まあ幸い今ね、何年かやってても捕まってないっていうこの現実が現実なんで。そうです。そう、でもそんな中ね、こうやって僕のインタビューに応じてくれたことは本当に改めてありがとうございます。はい。でもやっぱ最後に僕が聞きたいことは、その物価高であったり、税金のこと、社会保障のこと、あらゆることで今、こうやって世の中が、政治が今新しく変わって、アメリカの政治も今変わろうとしていて、そのアメリカの政治を日本は大きく影響を受けやすい状況の中で、なんかこう、さんと同じ環境、全ては諦めてしまったり、鬱になったり、男性で裏切られたり、お金で裏切られたり、いろいろなことで裏切られ、裏切られ、裏切られ、もう何やってもいいや、ってやけになる人って結構多いと思ってて、うん、夢を持ちづらい今この時代の中で、そんなさんから今実際ね手を染めているかもしれませんけど、いつか辞めるわけじゃないですか。そうですね。うん。そんなことを含めて何かこう見てる視聴者の方に、なんかからの言葉でちょっとお話いただきたいんですけど。はい、まあ、今現在闇バイトをしている私がこう言える立場ではないんですけど、まあ、今からもし闇バイトをやりたいって思う人がいたらやめた方がいいかなと。やめた方が。はい。それはなんでですかね。やっぱり普通の感覚じゃなくなってしまうんですよね。やっぱり生きていく中で、まあ、私の両親とかもまだ生きてますし、そういう自分の大切な人とのこう関わりとかもやっぱなくなっていったりとかしていってしまったりするので、おすすめはしないです。私も本当はこう辞めたいって思う時もあるんですけど、はい、だけどやっぱ辞めたいって言うと、まあ、もう一回手を染めてるので、うん、なんか自分たちのこと言われるんじゃないかと思われて、こう脅されたりとか。辞められないんですよ。やっぱ脅されるんですね。はい、脅されます。で、自分的にもまあ別にすぐ辞めたいわけではないんですけど、でもやっぱりいつかは自首しなきゃなっていう気持ちもあったりとか、そう思いながら生きるってすごい辛くて、より苦しいと思うんです。なので頼れる友達とか頼れる人とか支援団体とかあるんですか？
うん、なんか調べて頼れるものを頼ってほしいなと。なるほど、そうだよな。もし自首しようって思ってする勇気あります？正直なところ今はちょっと決めきれないですよね、はい、そうだよな。そのまま分からず終えれるなら終えたいですよねっていうのはですよね。そうですね。なるほどな。本当にリアルな話聞かせていただいてありがとうございます。なるほどなっていう感じですかね。もう僕もまあね、本人がいるからこそ逆に僕は言うんですけど、まあ、と今この時間少しお話しさせてもらったんですけど、率直なところ無ですね。喋りも淡々とこうやって話してらっしゃって、なんかそこに感情は心ここにあらずというか、なんかそうですね、どこかに大切なものを置いてきちゃってる感じが今僕はすごい隣にいて感じてます。まさしくね、こうやってやったきっかけの中にはいろんな自分自身の精神状態であったり、まあ、悩みであったり、そういうのがきっかけだあったのも半分、もう半分はやっぱりその世の中の、まあ、政治、例えば政府は何をしているのか、税金が勝手に知らないように上げられていって、結局いくら賃金があっても手に残るものは減っている一方で、そんな中で世の中のものは気づいたら物価が上がり、で、税金も上がり、で、社会保障は下がりっていう形で、なんか、結局苦しんでるのは一般の人たちなんだろうな、なんていうことがすごく感じております。僕もこの前つい都内でホテルにちょっと泊まった時も、普通に一泊ワンルームで3万5千円とか3万円って普通にあって、昔1万円かからず泊まれたところがそうなって、まあこれインバウンドっていう特殊なね、海外から来てる方たちのせいっていうか、そういう円安の影響があっての、まあそういう意味だから、それがまあ政府がどうかってこととはちょっと違うのかもしれないけども、そういうことですら疑問に思うことがたくさん増えていて、でそんな中で、例えば、みたいな女性は、それだけに限らず、やっぱ男性と違って女性って、これだけに限らずね、お化粧品を買ったり、服だって男じゃ、俺だったら同じ服別に毎日着てても何も言われないけど、女性は今日も明日も明後日も同じ服着れないじゃないですか。で、それなりの付き合いもあるじゃないですか。で、美容一つにとっても化粧品だけじゃなくてエステがあったり、美容室行って髪の毛も長い分お金が高かったり、そういうところで一個一個にお金がかかる。で、その物価高の影響でってみんなしれっとそういう商売の方たちも上げてっちゃうから、あれ気づくと手残りがないな。あれ来月どうしよう。さっきのアメリカの話、月に75万稼いでも家が借りれない時代になってるんですよ。日本は必ずアメリカを追いかけてるんで、結局そうなりますよ、皆さん。月100万稼いでるけど、赤字で、家もない。キャンピングカーで暮らしてます。駅下のガードで暮らしてます。これからあるかもしれませんよ。そういうところに、皆さんも気づくためには、やっぱ世論から、みんなの声で、まあそういうところを、日本をどうしていくかってことにも他人事とせずやってもらえたらと番中村は改めて思いました。今日は長い時間インタビューありがとうございました。ありがとうございます。生の声聞けることで僕がただ熱く語ってるのと本当に意味が違って、本当に今起きてること、ただそうですね、早めに足を洗うというか、そのご自身の怖い世界からの、まあそうですね、身を引いていただけたらと改めて思いました。できれば、自首するっていうのも必ず頭の中に置いていただいて、ここまで今回、自首を促すために呼んだわけではなくて、本当生の声を聞きたかったっていうのが一番なので、これにて、今回の動画は終了したいと思います。ありがとうございました。それでは皆さん、また。負け争う。